皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、先日ですねワンコーラスだけだったと思いますけれども BE:FIRST の新曲「グロリアスというですね、えー、高校サッカー大会えだ <laughs> 正しくは何ですかこれね、えー、第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌 それはもう短いやつはね、ちょっと見させていただいて、えー、お話を少しさせていただきましたが、なんとですね、今、えー、11月の8日のお昼ですけども、昨日の夜の段階で、どうやら BE:FIRST オフィシャルの YouTube チャンネルに、BE:FIRST GLORIAS LIVE FROM 2nd Anniversary YouTube Live の映像がアップされていて、今ですね、まだアップされて14時間、 5になってますけれども人気急上昇中の音楽がシャープ8ですから第8位そして再生数もまだ半日しか経ってないのに35万6741回というすごい勢いで回っているこのねやっぱ b ーファーストの人気を改めて感じますけれども私も非常にこれフルで聴くの楽しみにしておりましたので5分05秒ありますから多分フルですよねこれね早速聞いてみたいと思いますそれでは b ーファーストオフィシャル YouTube チャンネルから b e f i r s t g l o r i u s l i v e f r o m セカンドアニバーサリー YouTube ライブから行ってみましょう5分05秒の動画再生バカン楽しみ BMSG という文字がロゴがバーンと出まして真っ暗の画面からおっシンプルなセット後ろがオレンジ色の照明がついてるところに7人が並んで前,前に3人後ろに4人 で,ででーんレオ君から「これ以外なかった精一杯だったんだとどまり目の昨日の僕ら」うん、そしてこれ真トと君か色がまた変わって髪の毛「その涙を抱いて、うん、君と見てた夢があっ

僕らを照らしで声の伸びいいね。いつかともに輝く、その日もまで、うん。竜君<石>あと少しだけ多くても足へ届かろうん。樹の奥。今日もうさと呼ばれよう,うん、うん。さあ、そうだくん。わからずやの神様も。当たり前の生き方も君、わなとくん。 さあ、ソド君まず似合わないだろうほら、夢がいいヒョーブいいメロディーあと少しジュノーいね遠くても足跡の風を踊ろうリョくん、今日が奇跡と呼ばれる日までわー、デの音も綺麗にリュウヘ君これ以外なかった精一杯だったリュウヘ君 だから僕らとこで抱えた悔しさでしゅんとくん前が見えなくなっても君の笑顔で涙を拭おうおいいねあんてがさあれをくん重なった声が繋いだ想いが柔らかい あの痛みの。そうたくん。答えをくれたら。いいね、メロディー歌うそうたくん、ま安定してますよ。君とおうおうおう、マナあなた君。この続きが見たいんだ。上の、の音も綺麗。夢は瞬足。晴らしてるしで。いつか共に輝く。その日を待ってる。りょく。

響きるうわ、グルーブがすごい。さあ、そ,そこにマラト君。後悔はしないでいたいと。うわ、さあ、リュウヘイ君。リュウヘイ君、リュウキ君。いえ、はいつもと。うしない。いつかともにかい。うわ、ジュノン君の声の安定が響き。さの日を待って。リュウヘイ君のハリーネ。あと少し。足跡の数を怒ろ と柔軟君の子よビブラートもきれいそうだく分からずやる神様もそしてマラドく君当たり前の生き方もうわそうたんとの子家計マナト君ドさあ柔軟君足当たるかどころ 今日がくん「奇跡と呼ばれる日まで」いやゃんゃんピアノ伴奏が「ジャン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 いやー7人全く踊りませんでしたよさあそして画面が暗くなって「BME」と出ましたけど。 いやーこれは前にね一番だけ聞かせてもらった時にもと7人の歌声がものすごいストレートに響いてくる曲でえ今の7人それぞれのこう歌い回しであったりとか声の響きをすごく純粋に楽しめる曲なんじゃないかというお話をさせていただいたんですけどこれ今フルでライブの映像をねまあ後からこうやって見させていただいてますけどまさにそうですね。非常に面白いなと思うのが 後半、蒼太くんとマナトくんが、えー、順番に歌っていくところ、ちょっとそこもう一回見てみたいなと思うんですけど、4分5秒ぐらいかな。4分0、5秒から、ちょっともう一回聞きますね。えっ、ー、とね、ポン。樹乃くん歌った後わ分からずやる神様も、当たり前の生き方も、と、この蒼太くんの、だ,だるだるだるギャルギャルって言ってるところと、 マトこれ同じメロディーというか同じフレーズをそうたくんが歌うとちょっとこうラップっぽく「ダル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 ってなって聞こえるのにそのすぐあとまト君くんが歌うと「ダラダラダラってこのまろやかに聞こえるっていうここがねほんとにそれぞれの歌い回しの特徴がすごくよく出てるという。 一番目立ったところなので今ちょっとそこをもう一回聞かせてもらったんですけどここみたいにそれぞれのフレーズをいろんな人がこう歌っていきますけど今のだったら蒼たくんは蒼たくんの歌い方そして表現の仕方マナト君くんはマナトくんの声の響きそしてまあ表現の仕方ね。というのがいろんなフレーズでそれぞれ7人がそれぞれ歌うから 純粋にそのそれぞれの歌声の良さをめちゃくちゃどっぷり味わえる歌グロリアスでしかもねこれあの一人一人のその歌声の素の部分というか根本の部分が聞けるというのもそうなんですけどやっぱこれ一曲通して聞いた時にやっぱりみんなねもう自分の歌い回しのポテンシャルがあるんですけどそれやっぱり歌い始め一番とかでは。 まあ本来100出せるそのポテンシャルのうちの3040ぐらいで歌い始めてで最後のサビでまたみんなフレーズが回ってきた時にはその自分が持ってる最大のこう表現力とか歌声の響きとかを使ってやっぱり曲の前半と後半での、まあ、テンションというか気持ちの入り具合でまた音の変化があるっていう。同じ人の歌い方でもまたせ 先最初の方とか前半と最後のサビの歌い方が変わってきているかける7人の声のこのね抑揚がまあ本当に何十回ででも聞けるって感じですね竜兵くんの歌声というのは本当に、まあ、安定感がねずっとまあ昔から、えー、低い音の響きがすごくきれいに出るので聴、えー、いててもすごく 安心するというか、ね、まあ音程がずれるとかそういうこともまずないんですけどこの今の曲の中だとやっぱり歌い始めのえーってこうね喉に一回引っ掛けてから出すそのエッジボイスというのがよりたくさん聞こえるというかね、まあ、これ後ろ側のカラオケの音も非常に少ないので,で皆さんも踊らずにねもう立った状態でずっとその場で歌ってますからその空気の吸い方からその音の入りまで踊ってる時と はもうちょっとこう歌に対するなんすか、ね、気持ちの割合が高いというかいう感じなので余計にそのね「あ」っ入り方竜英く君はこれはちょっと聞きどころだと思いますしそうだ君はさっき歌ってみこう何を歌っていってもやっぱりこう、ね、言葉のこう立ち上がりが強いというかかっこいいというか「ああなんだ」ああ」の音がこう立ち上がるのが強いんですよね早いでそのすぐ後ろでマナトくんが歌ってる時は最初の音「 っていう音であっても「うわ」「うわ」っとこう丸い響きで出てくるのでやっぱりこう音の出し方が違うしまあそうだくんの声とねやっぱり言葉がはっきり出てくるのでこうエッジが効いてるというかなんかな、ねうん、言葉が強く出てくるアタックの強い音ってやっぱ言いますかね言葉としては。で愛斗くんの場合はずっとこの響きがいいとこに当たってるのでどの音の高さを出してもどの言葉を出しても 非常にまあ抽象的な言い方ですけど丸い響きというか耳当たりのいいというかなすごくどこの音を出しても心地よい響きでなんかこうね綺麗にコーティングされたみたいな声の響きしてますよねこれも一つの特徴だと思いますけどそしてレオくんの声というのはまあそのコーティングされている声のイメージはまあマナトくんと似てますけどそこにねなんか低い音でもう一個こう芯が鳴るというか より太い音でまろやかな声が出る、うん、だからとこ君の声よりももっとこう優しいというかもより包み込まれるみたいなレオ君の声の響きというのはもう特にここ半年1年ぐらいでより伸びた部分だと思いますレオ君が歌うとすごくなんか温かくなるというかね空気が、うん。これは声の響き素晴らしいと思いますよ。そして、えー ジュノン君後ろで、ね、後ろの列で歌われてましたけど、まあ、ジュノン君の声も最初から言ってますけどやっぱ通りがものすごい声の通り具合抜け具合がすごくいいんですけどこれ多分高音でまあね特に最後のちょっとこうメロディーが変わって高音の部分なんかはジュノン君が歌ってますけどこれもっと強く歌おうと思ったらスパーンと腫れるぐらいの、まあ、出し方はジュノン君できると思うんですけどやっぱりこの「グロリアスという楽曲の 最後のサビの盛り上がりってなった時に高い音はもちろん出てるんだけれどもやっぱりちょっとこうまろやかにというかねパーンと強くいかずにうわーっとこう音符の立ち上がりの,この角っこのところなるべくこうトゲトゲしないようにまろやかにスポーンと出しに行ってその高い音をたくさん吸えてる空気で後ろからうわーっとまたより押していくみたいな。 高くて強い音なんだけども他の楽曲を歌う時よりももうちょっとこう柔らかくというか何ていうのかな丁寧に音程を当てにいってるというかねという感じがしますけどもまあでも本当にね 男性のキーで歌おうと思ったらなかなか最後のサビの高さは高いところだと思うんですけどもジュノン君にとってはもう余裕しゃくしゃくというかね綺麗に抜けてるここはもう聞きどころ満載だと思いますけどそしてシュント君が歌われてる声はまあマナト君と声の響きちょっと近いかなと思うんですけど前にもいろんな曲の解説で言ってるみたいにマナト君の声はすごく鼻の奥に響いて丸々としたねいい響きで鳴ってますけどそこに シュンとくんももちろんこの鼻の奥になってるんだけれどももうちょっとこうね「あー」って音から「あー」とこう横に開いたワイドな声っていうのかなずーっと近くでカラスが「あー」あー」いてるんすけど皆さんねちょっと気づく苦しかったら申し訳ないですけどこう少し喉の奥の方でまあ喉にかけてるわけじゃないんですけどもマラトくんとかレオくんに比べるともうちょっと言葉が えー、ドライに聞こえてくるっていうかななんかいいアクセントがついた音になりますよね、まあ、枯れてるわけじゃないんだけどちょっと喉の方で言葉としてきれいになる音も鳴っている「ああ」なんだけど「ああ」「ああ」っていうなんか一瞬言葉をしっかりと鳴らしてから響きのいい音が鳴るという、えー、そしてまあね涼輝くんは、まあ、あのまろやかに歌う時とそれから少しこうね 言葉を熱く歌う時のそのこう歌い方の引き出しというのがすごくきれいに切り替わっていくし思いっきり強くも歌えるけど思いっきり優しくも歌えるみたいなのがこの楽曲の中でも一つのフレーズの中でも「うわレみたいなこう切り替えがすごく豊かでそしてそれと表情も伴ってね表現力という意味では 幅がねもしかしたら一番広いそしていろんなことができる歌い方の人かもしれないですね涼く君というのは特にその強くわーって歌いに行った時のあの表現力っていうのはなかなかやっぱりあんだけ強くアクセントつけて歌うと音程がぶれてしまったりとかってなりがちなんですけどそれも常に安定した上でそういう表現力がうまくできるというのが涼く君のこの良さがより出てると思いますけどまあ 皆さんを細かくお話ししてきましたがとにかくこの「グロリアスという楽曲の皆さんの歌声は今それぞれの歌声のいろんな引き出しというかポテンシャルが細かいところもひっくるめて息するタイミングであったりとか息を吸うっていう音とか切り際の最後切って切り方であったりとかそういうところにそれぞれの本当に今の良さが全部詰まった。 すごくこう歌声としてたくさん聞きどころのある楽曲ですしそれが今回そのサッカーの大会のテーマソングということでそ歌詞の内容がね今頑張ってる高校生のみんな,みんなに対しての思いも BE:FIRST の皆さんがまあデビューを目指してた頃のああいうね競技とか、えー、やってることは違ってても夢を目指していくというところが同じ。 だったその b ファーストの皆さんが今いろんなデビューをして経験をしていった上でその経験値も含めて自分たちのこの持ってるテクニックとそれから素晴らしい声の響きを高校生たちに与えるようなこうね素敵なこうエールの交換というか内容的にもすごくこう言葉を大事に皆さんもねえ歌われてますしもうほとんど英語の歌詞がないですもんね。そう全部日本語の歌詞にやっっぱりなってるから、えー みんながこう今まで使ってきたその母国語というかね日本語を使って、えー、若い子たちに届けていくという、まあ、今までの b ファース s t のこうダンスをしながらねかっこよくフォーメーションつけながら聴かせていくというのとはまた違う魅力ではありますけどそれでも十分に聴き応えある見事な歌声だと思いますよ。これね YouTube に公式動画上がってますからぜひ皆さんもですね 改めて見て見いいいいいたただけたら嬉しいなとととうふうに思いますということで今回は、えー、途中からカラスさんの声がたくさん入ってしまっておりましたけれども、えー、BE:FIRST の公式 YouTube に上がっていますグロリアスという新曲のライブで歌われたバージョン改めて聴かせていただきながら解説をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました